まあ、豊富がすごくまろやかなので、辛すぎず、まろやかすぎず、食べ進めたくなる話ですね。この外で冷えた体が中から温かくなっていきます。明日はメダルが期待される高梨沙羅選手らが韓国に到着する予定です。さて、開幕に向けて徐々に盛り上がりを見せていますが、その現地の様子を中継でお伝えします。先ほどはヨン様に扮していた山崎さん。はい、先ほど失礼いたしました。こちら韓国のピョンチャンです。はい、私の後ろでもですね、今まさに何やら大きなモニュメントの最後の仕上げが行われています。皆さんアニョハセヨー。そしてですね、あちら全面的に支援。しかし